お願い神様、私の好きな相手を探してほしい。無羊に上司、私の好きな理想を見つけてほしいのよ。私は醜くて若いイケメンじゃ付き合えない。いっそ死にたいってこっそりとつぶやき出せいを吐いていた。どうせ私はただ一人、誰一人信じてくれない。いっそ消えたいってこっそりと手首に傷をつけていた。散歩の途中ぶつかって大丈夫で僕にかけられて、私はドキッと始まった。それは50代の生き生きだ。ありがとう神様、私の好きな相手を探してくれたの。筋肉質で金持ちで優しくて安心しているわ。どうせ私はただ一人、誰一人信じてくれない。いっそ死にたいってこっそりとたくさん傷をつけていた。突然私を抱きしめて大丈夫と声かけられて、私は顔を赤くして、そしてベッドに運ばれ抱き合った。大好き神様、私の好きな相手を探してくれた。それから毎日私とあなたは仲良く楽しく過ごしてた。ところがある日気づいてた。あなたは私を観察し、どうやら私はヌンヘラで、そしてしばらく離れてた。突然私の目の前で別れようと声かけられて、私は涙を流してた。そして部屋の中に閉じ込めた。ありがとう神様、私の好きな相手を探してくれたの。しかしそんな日は長く続いてない。ないない、なんで嘘つき神様、私の好きな相手なんて言えなかったの。やっぱり私はメンヘラで誰も愛されなかったの。私はメンヘラクのシリア。あー